ソウルキャリバー3、12回目でございます。今回はですね、ソンミナちゃんを使ってストーリーモードを進めていこうかと。前回セルバンテスやってた時に妙にソンミナちゃんで苦戦しちゃったんだよな。その流れでいきましょう。ソンミナちゃんもね、言うても初代ソウルエッジの頃からのおなじみのキャラクターなんで、コスチュームにはおお、こんな感じ。前回さ、それこそファンソンギョンが出てきたんだよね。出てこないかな、ソンミナちゃんルートで。はい、武器は高麗。うん、普通に 1P カラーでいきましょうか。一刀入魂娘、いざ。でもストーリーはやっぱ本ユンスン絡みかな。旧国の剣ソウルエッジの探索を届け、明帝国内を旅していたソンミナは臨正寺の根術に興味を持つ。だが臨正寺は数年前に壊滅しているらしい。キリクだね。そこでその武術師範であった人物の住処である石窟寺院を訪ねる。そしてその人物エッジマスターとの手合わせで乾杯したミナは、その好意を受けて老人のもとで修行に励んでいた。だが、ミナは、エッジマスターからソウルエッジは邪剣であるという驚くべき事実を聞かされる。ユンスンにもこの事実を知らせなければならないと考えてミナは大急ぎで旅の準備を整えた。ミナは元気よく老人に別れを告げ、牽制の意よりを後にした。あー、そういう理由で、あれか、臨床寺のステージに、ミナちゃんがいたんだ。そういうことだったんだ。老人の居寄を出て西へ歩き出したソンミナは居寄に向けられた殺意に気づく。どうやら剣聖を倒して名声を得んとするやはららしい。エッジマスターおじいちゃんね。エッジマスターおじいちゃんのせいは出てこないな、今回な。気配を抑えることもできないようでは、腕の方も知れている老人の相手ではあるまい。だが彼女は考える。ここは恩返しということでサクッと片付けてしまおう。この単純な考えがいいよな。さて、お、出た、一刀入魂。ソンミナちゃんの使い使い勝手はどんな感じか。ソーズマン初めて見る気がするよ。おいしょー。ああ、ちょっと今のうちなんか、あ、いいねいいねいいね。今のどうやった俺。ほう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 、ちょっとコマンドを。ああ、なるほどなー。あ、なんかやっぱね、使い勝手はいいような気がしますよ。リーチが長いしパワーもでかいっていうパワー型ですからね、こう見えてもね。さて、西に向かおうとは言ってもどこに行けばユンスンに出会えるだろうか。彼はソウルエッジを求めて旅をしているはずだ。つまり邪剣を追えば自動的にユンスンの先回りをする形になるのではないか。しかしソウルエッジを探すのは容易ではない。過去2度の経験から彼女はそれを知っていた。どうするべきか。おお、ソウルエッジを探す、ユンスンの足取りを追う。どうしよっかね。いや、ソウルエッジ、いや、ユンスン気になる。ユンスンらしき人物の模型綺麗よって。あ、そう、ユンスンらしき人物でファンソンギョンに会うかもしれないじゃん。会いたいんだよ、ファンに。彼女は西へと進む。だが広い世界で一人の人間を探すのは容易ではない。地中海を望む地まで来たところで、やっとそれらしい情報に当たった。しばらく前から東洋の青年が一人、やはり東から来たという少女と共に。ああ、タリムちゃんですね。川を遡ったところにある廃墟に住み着いているのだという。ソミナは川を下り、川を上り、普段の廃墟へとたどり着く。ああ、ここでタリムちゃんとやるんすか。悪いけど勝たせてもらうわ。おい、戦いでしか耐えられないこともあるから。いいね、この美少女2人組。でもまるっきりタイプが違う。スピード型とパワー型。よいしょ。うー、いいね。あ、気持ちいいな、ソミナちゃん。うん、あー、このね、あぶね、落ちる。おお落ちるとこだった。この勝ちポーズ好き。ソンミナちゃんだったりファンソンギョン、ホンユンスンは足技もね使えるっていうのが特徴ですよね、この3人組は。少女はタリムと名乗り、盗賊と間違えたのだと詫びた。ユンスンは以前確かにここにいたが、今もうソウルエッジを探すために去ったと彼女は告げた。ああ、じゃあこの世界線ではユンスンは一人で旅をしているんだ。ソンミナはその足取りを追ってヨーロッパへと入る。とある町でソウルエッジを探している東洋の青年を知るという男の使いが現れ、彼女は指定された場所へと向かった。
ここでザサラメイルさんの登場ですね。にしてもすげえ格好してんな、やっぱりな、ソンミナちゃんは。命が惜しくば、あの件には関わらない。太ももがいいんだよな。できないのなら死んでもらうことに。ここで QTE 右ですね。ここが変わらないってのはありがたい。おいよ、バッチリ。思ったよりやる。なかなかの動きだ。いい度胸してるわ。ソンミナちゃんもいいキャラしてんのよ本当。やっぱソウルエッジ1作目のエンディングがすごい好きだったんだよな。あ、危ない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 。待て、落ちる。くっそくっそ、こんな場所で甘く見ると怪我するわよ。ザサラメールザにやられるなんて、うわー、ほんと甘く見て怪我したわ。くっそ、今も悔しいな。危ねえと思ったんだよ今。うん、よいしょ。怖え。いいんじゃない。ああ、くそ、一回負けたのは悔しいな。はい、あの剣ですって。まさかソウルエッジ。我が呪いを受けるがいい、はるか東の地の戦士よ。問いに答えることもなく、大釜の男はどけるように薄暗い闇の中に消えていった。ユンスンのことを知っていたのだろうか。ああ、ユンスンをとことん追ってみるか。じゃあユンスンの情報を探す。ユンスンを探す彼女であったが、一向に進展はない。ユンスンはソウルエッジを探しているのだ。邪剣を追えばおのずと彼に出会えるだろう。ユンスンのエンディングでさ、ミナちゃんが出てきて、肉まんで釣るの面白かったよな。彼女はソウルエッジ探索を決意した。3度目の正直である。そっか、3度目の正直。早速ソンミナはソウルエッジに関する噂を集めた。お、生前ソウルエッジを求めたという豪商の墓。あー、ベルチーか、これは。だからマネーピットに行くか。伝説の武器、古代の火地神。あー、ソフィーティアちゃん。ここはソフィーティアちゃんだよ。ソンミナちゃんとソフィーティアちゃんっていう、これはもう二大巨頭と言っても過言ではない。ソウルエッジを追うことを決め、ソンミナはギリシャの地へと足を運ぶ。古代ギリシャの火地神ヘファイストス、あの覗きのおっちゃんでございます。どうやら歓迎されていないらしい。彼女の前に神殿の蛮神と万人と思わしき女戦士が立ちふさがる。もうお前らも顔なじみだろ。ソンミナちゃんとソフィーティアちゃんなんていいな。初代組好きだわ。覚悟ならできてるわ。よし、頑張るぞ。もはやソフィーティアちゃんなんて人妻よ。無駄なソウルチャージをしてしまった。今の落としたい。いや、油断できない。自分も落とされる。あ、ここで巴投げ、素晴らしい。ちょっと怒りた。よし、バッチリじゃない。うん、古き神は何も語らず、ギリシャでは何も得られなかった。じゃあなんでソフィーティアちゃんをボコボコにしたんだよ。あ、たまに戦う意味ない時あるんだよな。ソウルエッジは幸いを募る邪剣であるとは、あることは剣聖老人の言葉から分かっている。その周りでは常に最悪が起きているのではないだろうか。情報を集めた彼女はやがて東欧の地で近いうちに戦が起きているという噂にたどり着く。ああ、ここでおめえか。これ QT あったな。なんだっけ。なんだっけ、横と×だっけ。ようこそ絶望の宴。ほっ、あー、できなかった。マジか、ここ早いんだよな。やば、
ここであれだな、チャレンジ来てほしいな。あ、落とせないか。あの細かくちょん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 って振るの好きなんだけど、なかなか入らない。あ、入った。エイミちゃん来ないかな。エイミちゃん立ち止まるつもりはないわ。かっこいい。サミネちゃんもうお股が見えちゃったけど戦いを収まったが、ソルエッジに関する情報はない。どうやらこの一件で邪剣とは関係なかったようだ。また関係ない暴力を振るってばっかりだよ。引き続き捜索を続けた彼女はナイトメアという名の青騎士こそがドドレッジを持つものであると確信する。彼は幾多の虐殺事件の中心人物で、その手には異形の体験が握られているという。彼はヨーロッパを後にして東へと去ったというのだ。あー、陸路で東へ、海路で、何が違うんだろう。海路で行こうか。インド、そう。みんな一人の男と口論をすることになる。どうも興味本位で事件を調べていると思われたようだ。それがこの男にとって許しがたいらしい。マキシか。なるほどな。あ、マキシ使いたいな、次回あたり。面倒なのはごめんだぜ。グサ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 。これ使えるな、でも本当。これ使える。もうマキシー。敵が強いのは困るけど、マキシが弱いのはなんか複雑やな。その後しばらくはナイトメアに関する情報は得られなかった。また無駄な暴力を振るってしまった。一つ気になる噂があった。東の大国民の皇帝が探しているという英雄の剣の名がソウルエッジだというのだ。早速民へと向かう。どうやら剣探しや秘密裏の計画だし、普通に調べていたのでは何もわからない。豪にや失意に彼女はとある将軍の屋敷へと忍び込むことを合作した。なるほど、ここでシャンファバトル。あなたなら簡単に勝てそうね。煽るね。あれ、なんだお前。シャンファじゃなかった、センテリー。おっと、なんだこいつ。待て、強いぞ。危ない。ハンマー？え、何持ってんのこいつ。なんかずっと、あ、不思議な武器持ってんな。何その巨大化する武器。まずい。もう一人倒さないといけないんだよな。若干体力は回復するか。っていうのいいね。あ、ファンソンギョンのセリフか、今の。時代の闇を切るって。あ、だから一回、って真似したのか。なるほどな。あ、体力回復してる。ありがてえ。いやー。あぶねえ。おー、落ちるとこだった。逆に残してやったぜ。時代の闇を切る。さてさて。英雄を倒し、望みの情報を手に入れたそのミナ。ミンは過去数回にわたって英雄の剣捜索を試みているが、未だ成果はないようだ。日本、彼女は港に走る。日本には邪剣に関する情報が集まっているに違いない。お、ここで滝か。いいじゃない。ちょうどいいわ。構えだけは一人前だな。エロいな。よいしょ。ここも二大巨頭。いや、もうだからやっぱソン、うわ、ソンミナタキ、ソフィーティアの3人。うわー、危ない。ふぅ。すんごい、しゃがんでかわされまくった。うわ、待て、落ちる。逆に落としたのは、あ、負けてる。なんで一瞬落として勝ったと思ったのに。うわ、タキ強えな。くっそ、普通に負けちまった。ほいよ。タキもまだあれなんだよな、ストーリー使ってないんだよな。くそ。スピードでは全然かなわないですね。距離取りたいところなんですけど。うわっと、それかやっぱこの横切りですよね。素晴らしい。あ、入った。ダメだ。
ここ、あー危ない、あー危ない、え、あ負けてくそすごいいい勝負してる、くっそー強いな、さすがだわ、マチシと違うわ動きがあのマキシはな、姫プレイしてくれてたんだな、空気読んでくれてたんだな、ここは空気読んでくれる相手じゃないな、確かにタキって若干空気読めそうな、読めなさそうなところが待て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 、うっ何ちょっと危ない、マジか、うまいなここうっ、ほら、起き上がりの一発がなんとか入ったから、いやもうここも顔見知りでしょすっかり、お何者かに見られている、ファン、ファン見てるか、ファン来てくれ、来てくれていいんだぞ、制限時間以内に敵を倒せ、あそれが前回はもうあれだよね、お店の三人衆も出てきたの嬉しかったんだよな、あれもできなかったんだよな、ああーあれか、インフェルノパターンね、これはキラちゃんの武器、ソウルエッジの武器が手に入るっていうパターンなのかな、正直別にいらないんだけどな、ワイダダダダダ、おおでも倒せた、やたり威力が上がってるんだよな、これで多分武器屋に新商品が追加っていうところなんだろうな、いやそうじゃなくて新キャラ追加したいんだよ、倒した敵が持っていた剣を手にしたソンミナはこの剣が何かに反応していることに気づく、しばらくこの刀を持って旅を続けているうちにこの刀が反応しているのはソウルエッジに他ならぬことに判明する、この反応を追っていけばおのずと邪剣にたどり着くだろう、そしてそこにはユンスンが目指している場所でもあるのだ、手がかりに沿って邪剣を追い、やがてソンミナは僻地に立つ大聖堂へとたどり着く、ここに邪剣があるのだ、あるのだ、果たしてユンスはすでにここにたどり着いていたのだろうか、もしも自分よりも早く来ているなら彼を止めるために急がなくてはならない、もしまだ自分が邪剣、もしまだでも自分が邪剣を先に破壊してしまうべきだろう、彼女は意を決して扉をくぐった、ああれは邪剣、ここは引きなさい、俺は自分で確かめたいんだ、何一丁前にカッコつけちゃって、このいいねこの同門対決、この時代の闇は切る、あれちゅー、あぶね、うおいしょ、油断できねえな、よいしょ、ここは先輩の意地を見せたね、かなりやるようになったわね、よし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 、あで QTE か、横プラスガード、あ切ってくだ、ああ間に合った間に合った、いやでも正直ナイトメアと戦いたいからな、まあジークが勝つ方がストーリー的にはいいのかな、おなじみのこのムービー、ここカット、ここはカットできてもいいような気がするんだけどできないんだよな QTE 成功したんでジークが勝つでしょう、うん、はい、じゃあ行きましょう、剣を狙う者は誰であろうと投資はしない、待たせたな、ここも顔なじみだよすっかり、よいしょ、おい長物対決ですねここは、おっと、おー弾かれた、うわっ、つー怖え、うわっと、でかいな一撃がやっぱりさすが、ここ入った、うーなんとか立ち止まるつもりはないわ、さあラスト、ザサラメールさんのリベンジをさせていただきましょう、
アビス君ですね、アビス君。ここまで来れるとは想像以上だ。大したものだな、うん、私の望みは間もなく叶うだろう。だがその場に貴様はふさわしくない。退場願おうか。何回見てもソンミナちゃんはエロい格好をしているな。ザサラミユーさんもエロい格好してるけどね。みんなエロい格好してんだよ結局のところ。ソウルキャリバーは。ああガッ、オッケー、バッチリ成功。キューティー、よし1回で勝ってやる。おい、うー、このうーん、嫌な感じで来ますね。まずい。よし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 、まだ分からんぞ、まだ分からんぞ。ここいけるか、いった、素晴らしい。あ、よく逆転した。ここでファンの真似。あれ、ファン出てこなかったな。いまいちね、その隠しキャラの出現条件がまだ分かってないんだよね。まあ、出てきて倒したら使えるようになるっていうのは確率なんだけど、倒せてねえんだよ。だから確率に出したいんだけど。あ、これね、このエンディング。そうだ、やっぱりそうよ。あれ、ちょっと何すんのよ。そっちがいきなり立ち止まるからだろ。急にどうしたってんだよ。いいこと思いついたの。ソウルエッジも破壊したことだし、このまま故郷に戻るだけっていう。見えてる見えてる。意味がないでしょ。え、修行よ修行を。おお、ガッ、おお、できたできた、決まった、できたできたできた。まだあるぞ、まだあるだろう。横、避けたよ。よし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 、成功してる成功してる。怖っ、何が来る。よし、今のはできなかった、今のはできなかった。あ、やっぱ俺っていけてるよな。くそ、何なのよ。あー、荷物持ち決定戦なのか。あー、畜生、最後できなかったの悔しいな。いや、でもまあ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 、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドなんで、これでいいでしょう。うわ、ゴールドすんげー入ったな。なるほど、ユンスンエンドとリンクしてるのね、ここはね。あー、いや、やっぱいいっすね。ソンミナちゃんはいいキャラしてるわ。明るくて、明るくて、なんかソウルキャリバー、可愛らしいっすね。はい、じゃあ今回はここまででございます。あれ、ファン出てこなかったな。全然、ソンミナちゃんも気にする様子なしだよ、あの男。もう忘れてんじゃん、ユンスン一直線になっちゃってんじゃん、もう。じゃあ次回は、途中でも言ったけど、マキシ、あ、タキ、いや、マキシだな、マキシの気分になってきた。使ってみようかな。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。